私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。地震の2億円借金何にしても、純加さんの件については正しい話と、そうじゃない話が入り乱れている可能性がかなり高いですから、即決はしづらいですね。週刊誌に書かれていた酔っ払って、2回でなどの話に関して、純歌さんは、事故を起こしたら困るから早く免許を返納したら?と話していたので、このような3往復をさせるのはありえませんと話し、横浜の自宅へなぜ頻繁に向かって行ったのかは、行きつけの麻雀店で麻雀をするためと話し、麻雀のゲーム自体は長い時間する人は6時間なんてザラにしていたようなで、都内と3往復する余裕なんてないと話は難しい。15日に中本浩二さんの年下妻である純加さんが週刊女性プライムにて、今回の週刊誌で大きく話題になった問題全てに対しての真相を話しました。まず純加さんは、否定したい報道の一つとして、ボクシング事務会長が話した都内と横浜を3往復だ、このことに対して、純加さんはこのような事実もなく、そもそも過去スポーツ誌でのインタビューに答えた際も話したが、免許返納を純歌さん自身も望んでおり、中本さんに対して車を運転することに反対し、また最後に3つのゴミ屋敷、不倫、事実婚の問題に対して、純歌さんは、ゴミ屋敷に関してははめられたと話し、その理由として写真に写っていた丸かじりのリンゴがポイントであり、純歌さんも中本さんもリンゴは丸かじりをして食べないと話し、段ボールまみれの家だったというのは、もともとのお店を立ち退いておいといた荷物を、後からいらないものを処分したいと中本さんが段ボール箱を開けたりした様子で、整理する途中の部屋が乱れた状態を誰かが撮影し、週刊誌に売ったのではないかと発言に、会話入れる人が限られているため、入れる人全員に純加さんは、さらに過去問題になっていたパチンコ番組の収録に一人で行ったというのは、年寄り扱いされるのが嫌なようで、マネージャーを置いて一人で運転して行ってしまい、この間も純加さんは運転を反対していたそうです。また続けて、純歌さんは中本さんの遺体を取っていたという報道関しては真実だと話しました。続けて、この行為に対しては、確かに写真を撮ったというのは事実です。でもそれはお坊さんが許可してくれたから、本当に安らかな顔をしていたので、最後に思い出として残しておきたかったんです。家族ぐるみで仲の良かった友人と一緒に撮影した後には、中本の事務所の関係者の方々も撮っていました。記憶の中に留めておくものという考え方もわかりますが、家族層であることと、お坊さんからの許しを得て、身内である私が撮っていたわけですから、こちらも戸惑いは隠せません。と、あらかじめお坊さんに確認をして、許可を得ての撮影だったと話しました。可能性がある人には確認しましたが、全員に否定されました。誰かが嘘をついていると思うと、誰も信用できなくなって、と不信感を持つようになったと話し、プリンに関してはお客さんにストーカーじみた行動をする人物がいたようで、ホテルに泊まろうなど誘ってきたりしていたため出勤にしたので、それ以来その男が従業員とできていると周囲に流していたと話し、そのために噂が立ってしまったと話しており、その男性がストーカーになる前に自身が使っていないマンションの部屋を借りるという話になり、その際部屋の写真を送ったことがあり、雑誌に掲載されていたのはその写真でしょうと真相を明らかにしました。また週刊誌に書かれていた酔っ払って2回でなどの話に関して、純歌さんは、店でカラオケショーなどをしていたこともあり、お酒を勧められても乾杯する時に口をつける程度にしていたので、ベロベロに酔うなんてありえません。また、中本のような有名人と結婚している私が、1階にお客がいる中で2階に男性を連れ込むようなバカなことをすると思いますか?と話しました。最後の問題、事実婚に対して、純歌さんは、そもそもに中本さんは20年ほど前に共同サロンを開かないかという投資詐欺?似合い、そのせいで2億円の借金をしていたようで、
そのせいで前妻との離婚理由も借金がある不安が自身にあるということで離婚しており、また亡くなるまで舞台の仕事などを精力的にこなしていたのは自己破産せずに返したいという責任の強さから来ており、純花さんとの事実婚も借金を背負わせないために行った中本さんなりの優しさだと話しました。このことに対してネットユーザーの声は、興味なし。缶の中の個人をどんなに安らかな顔をしていても、スマホで写真を撮る行為が全てを物語っている。気持ち悪いです。こういう話を聞くとガイアの言うことは信用できないな。真実は奥深い。何にしても純花さんの件については正しい話とそうじゃない話が入り乱れている可能性がかなり高いですから、即決はしづらいですね。まあ正直もうあまり興味もないんですけどね。ただこういう事件って誰かしら傷つきますから、正しい話が出たとしてもそれで中本さんが帰ってくるわけでもないですし、ご遺体の写真撮る人なんて5万通るがなぜこの人だけこんな言われるのかわからん、記録を残して何が悪いなどの賛否両論が出ており、純花さんとリークした人たちの話に対してどちらも正しい話と間違った話が入り混じっているためか、どちらの意見も即決しづらいと話すものや、亡くなった人に対しての写真はやはりこの問題が取り上げられてた際にも良い悪いの意見は分かれていたためか、今回もこのことに対しては両極端に分かれた意見が出ていました。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。